それって2時間あるぞ。それなら寝る前でもよかったじゃないか。湯が冷めちまう。さいな、もうちょっとだけ。うわっ、バスタオル1枚でうろつくな。なんだ、裸一貫でうろついた方がよかったのか。おすけべさん、なわけないでしょ。見なきゃいいだろう。たく、注文の多い料理店だなお前は。あんた何それ、嫌がらせ。俺の尊敬する大先輩にりょうさんって人がいて、その人はいつも寝るときすっぽんぽんなんだ。だからあんた昨日 T シャツとパンツで寝てたじゃん。うん、覚えていたか。そこそこ記憶力あるな。もういいから、パンツぐらい履いてよ。へぇ、はぁ、せっかくいいところだったのに気分台無し。そりゃ悪うござんしたね。ねえソイチ、パンツ履いたらちょっとさ、30分ぐらい出ててくんない？あ？どこへ？別にどこでもいいよ。コンビニで立ち読みでもしてきたら？何のために？お風呂入るの。お前なんか誰が覗くか。音聞かれるの嫌。ヘッドホンで音楽聞いてる。そんなの信用できません。せっポカポカ温まっていい気持ちなのに。どっかのスケベ小僧が絶対ドアの前で聞き耳立ててるもん。誰が立てるか。何かサツキ、お前聞かれて困るような音出しながら風呂入るのか。ブッとかボヨボヨとか。なわけないでしょ。んじゃ別にここにいてもいいだろう。めんどくせえ。わかってないね。水の音も聞かれるの嫌なんだってば。あんたのことだから。あ、今さつきちゃんが湯船に浸かった。あ、今さつきさんがシャワーを始めた。あ、今さつき様はどこをお笑いなのだろう。とか妄想して興奮するに決まってんじゃん。それ自体がお前の妄想だ。変な妄想を妄想するな。思われてるかもしれないと思うだけで我慢できないの。うん、ちゅうわがままな。女の子に対する当然の気配りでしょうが。はい、出ていく。あったよ、出ていきゃいいんだろ。ああ、ああ、ああ、お前のシャワーシーンなんかより数学の教科書の方がよっぽど興奮するぜ。はいはい、それじゃあ数学の教科書も持ってく。やん。わがままね。そいち、鍵は置いてく。それぐらい信じろ。いや、たく、はいはい。
覗き計画がバレたからって舌打ちしないの。ああ、なんで俺がこんな目に遭うんだ。君はバカ総一と名付けよう。バカ総一君には海底探査を命ずる。はっ、行ってまいりまちゅちゅちゅちゃま。バカ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 、歴史探査失敗。総一はダメね。ねえ、バカ総一。ごめんね、迷惑かけて。でもね、しょうがないんだよ。あんたさ、変に正義感強い時があるしさ、いきなり気が変わって警察とか行かれたら
困るもん。私だって嫌だよ、怖いよ泥棒。でも私がやんなきゃなんないから。だからね、我慢してね総一。私あんたの顔見てると、なんでだろう、わかんないんだけどさ、なんかつい自分でも思ってもない変なこと言いたくなる。だからわがままばっかり。わかってるんだよ。ほんとどうしてだろう、言わなくてもいいことばっかり。安心してるからかな、あんた何言っても平気な顔してるもん。ごめん、面と向かって謝れ。無理だよ、恥ずかしいよ。それに総一だってきっとそんなことされても嬉しくないよ。だからさ、また明日の朝も頑張ってご飯作るから、それで勘弁してくださいね、総一くん。私がやんなきゃなんないから。私もゆかりぐらい可愛い子だったらな。そしたらあいつだって鼻の下伸ばして、いつまででもいろよとか言うに決まってんのに。そうなったらあのバカのことだから、脱衣室に隠しカメラとか仕掛けたり、出てくると鼻血出しながら、やあいい湯だったかいとかね。でも私じゃな。あ、そうだ、いいこと思いついたっと。そうね、世話になってんだもん、そのぐらいのサービスはしとかないとね。でもあいつ喜ぶかな。まあ大丈夫よね、だってあいつ本質的にはあれだし。じゃあ早速作戦開始。
俺だ。そろそろいいだろ、開けろ。おーい、鍵はちゃんとかけろよ。5分の隙でも空き巣に入られるんだぞ。第一、風呂の間ぐらい電気代ケチらなくても。何やってんだ、サツキ。何って、涼んでたの。アホかお前は。早く服を着ろ。いきなり怒らないでよ。何そんなに怒ってるの。そんな予定ないよ。予定？とにかく、そんな恥ずかしい格好で部屋の中をうろちょろするんじゃない。恥ずかしいって、別に私恥ずかしくなんかないもん。バカ、見てるこっちが恥ずかしいんだよ。なんで恥ずかしいのよ。そりゃあ、ごめん。見てはいけないものを見てしまった。早く服着ろ、目が腐る。とか言って、本当はドキドキしてるんでしょ。私のこの姿。密林でサーベルタイガーに見つかったドキドキだな。私はただ暑くて、もう少しこのままでいたいだけじゃん。ほっといてよ。よし、わかった、サツキ。何？お前のやってることがどれほど恥ずかしいことか、思い知らせてやる。なぜそっちを向いてるんだ。ほらほら、こっち向いてもいいぞ。風呂上がりでもないのに裸になるな、この露出狂。んじゃ、風呂入る時も裸じゃないんだな、お前は。この肉体美を理解できないとは。芸術に理解のない人間はこれだから困る。ふっ、何変なことしてるのよ。早く服着てよ。変なことじゃない。太陽神アポロンと肉体美を競っているのだ。ほら、こっち見てごらん。いやー、早くシャツ着てよ。もう何、シャツだけ着て下は裸。意外にマニアだな。誰もそんなこと言ってない。上も下も隠せ。それってこういうことか。見て見て、ほらほら。ビーナス生誕。もう死んで。ホタテ貝がないのが残念だ。あれはアコヤガイ。
違う違う、俺の豊満な乳房と秘密の花園を隠すのに使う。ごめん、分かった。私が悪かった。いや、サツキ、別にお前はちっとも悪くないんだぞ。すぐ服着る。だからあんたも着て。おう、お前が着てくれるのは一向に構わないのだが、俺はもう少しこのままでいたいんじゃん。ほっといてよ。もう許して。さあ、遠慮せず目を見開いて見てもいいんだぞ。いや、むしろ見て、マイダイナマイツバディよ。この若き日の一瞬の美しさを記憶の中に焼き付けて、メモリーの一番大切な部分に。いやー、焼き付く。ああ、私の思考の美を遮るこんな邪魔な布切れなんて捨ててしまおう。ポイ。いやハンマーでも投げてみるか。ちょっと、そこのバカ。ぐる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 。ちょっと総一、聞いてる？ぽい。ギュイーン、ドス。やりました、ムロムシ。222m22、宇宙神です。何また変なことやってんのよ。ちょっと、総一ってば。うっさいな。人がオリンピアで神聖なる戦いの最中に一体どんなくだらない要件だ。ゼウスがお怒りだぞ。はいはい、実にくだらない要件です。私のバッグ取って。なんで？着替え入ってんの。パンツならそこにあるだろ。あんたの履いてどうするの。変な病気がうつるじゃない。大丈夫だ、大した病気は持ってない。大した。何か持ってるの？黙るな。冗談だ、うっさいな。キンキン騒ぐな。どれ取ればいいんだ。キツネさんか。黄色と黄緑のストライプ、バッグごとよこしなさい。黄色と黄緑の、探すな。あった、見つけるな。冗談だ。欲張るからじゃよ、お嬢ちゃん。そのバッグを離せばよいのじゃ。さすれば手が抜ける。バカ、やめてよ。もう痛い痛い、ちょっと。貪欲は10回の1、強欲な人間は死ぬと地獄に。よいよい、それでよいのじゃ。さて、それではバッグの中身を拝見といこうかの。いやいや、これはなんと。ああ、これは一体。おお、ワンダホー。
さつき？さつき、嘘、バッグ開けてもいないって。ほら、ファスナーの音もしなかっただろ。ほら、もう何もしないから手出せよ。ほらほら、早く服着なきゃ風邪ひくぜ。悪かった。さつき、謝る。ごめん。ごめんって、さつき。で、結局何履いたんだ？キツネさんか？ピンクと白のストライプ。何を言わせるか。お前、万が一、つまり奥が一彼氏とかできても、いや騙して捕まえても、いや誘拐して改造して所有しても、絶対浮気するなよ。どうして？ 100% バレる。ふん、私本当に大切なことはポロポロ言ったりしないよ。パンツの柄はとても大切なことだと思うんだけどな。はいはい。せっかく俺とお揃いなのに。なに、あんたあの配色でストライプも持ってるの？水玉と星とチェックと5枚セット1200円だったんだ。はあ、オールシルクで1枚240円だぞ。これを買わずに何を買う。そんなパンツになったお蚕さんがかわいそう。なんなら1枚やってもいいぜ。星屑柄なんかどうだ。はあ、ぴったりね。恐れ多いというのなら交換でもいい。誰がするか。売るつもりはないぞ。男心直撃だな。ぴったりフィット？男心逆直撃。しかしさつき、たまにはトランクス履いてみるのはどうだ。それもまた男心を軽くくすぐる。そういう下にあるけど、そういちのはいらない。男物トランクスは楽でいいぞ。風通しいいしな。外出もオーケーだ。オッケーじゃない。およ、コンビニまではオーケーだろ。絶対ダメ。自販機まではダメ。ケチ。周りの迷惑を考えろ。それがバスタオル1枚で人の家をうろつく女の言うセリフか。はん。ここ、私の家だもん。何？
私が住んでんだから私の家じゃん。そんなめちゃめちゃな理屈があるか。じゃあ何か、お前が住んでるから日本はお前の国で、お前が住んでるから地球はお前の星か。そうだよ、何かおかしい？あれ、日本は私の国で地球は私の星だよ。いや、ちょっと違う。あれ、だからここも私ん家。そこがおかしい、ここは俺ん家だ。そうだよ、あんたん家。は？あんたん家、私ん家、別におかしくないでしょ。いや、何かが違うような。総一、疲れてんだよ、早く寝たら。おやすみ。おやす。私のベッドで寝るな。私が寝てんだから私のベッドじゃん。なぜ論争にならない？なぜいきなり武力行使？おやすみ。語り合おう、分かり合おう、そして愛し合おう。よっこいせっと。入ってくるな。私のベッド、あんたのベッド、別におかしくないでしょ。おかしいのはあんたの頭の中。ここは修学旅行の民宿か。バタ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 暴れるな。暴れてんのはあんただ。チッ、バレたか。いつまでもバカやってないで早く寝てよ。もう明日も早いんだからさ。早いのはお前だけだ。俺はたっぷり8時まで寝る。あんたも起きるの。いや、ぷー、なめんなよ、俺は天下の爆睡王。じゃあ朝はいらないんだね。わかった。ん？焼き鮭と海苔はいいとして、メインはほうれん草と卵の炒め物かな。トマトを入れるのがポイントだね。うん。おこんにゃくの甘辛炒めはお弁当用かな。あとは、お味噌汁は天然にがり豆腐と油揚げ、ご飯はツヤツヤの炊きたて、もちろん正真正銘魚沼産コシヒカリ。ごめんなさい、起きます。あら、いいのよ、ギリギリまで寝ていても。6時5分前ですか。起こして差し上げます、姫。いいわよ、私どんな時でもちゃんと起きれるから。そうおっしゃらずに。ねえ、さつき様。ご飯の話でしか素直にならないの？素直になってんだから文句言うなよ。どこが？大地、あんたはいっつも。さつきの朝ごはん食べたい。さつきの朝ごはん食べたい。さつきの朝ごはん。バカ、何度も言わなくても聞こえてる。わかったわかった、食べさせてあげる。お腹パンパンになるまで食べさせてあげる。もう嫌って言っても許さないからね。おやすみ。
眠れん。眠れないよ。コーヒーが濃ゆすぎた。何よ、うまいうまいって飲んでたのあんたじゃない。ものには限度が。文句ばっか言うな。私だって眠れないんだから。あのな、サツキ。あのね、総一。サツキ。何？なんだ？あんたから言いなさいよ。お前から言えよ。今日は先に言って。じゃんけん。グー。総一はパー。勝った。勝ったわ、お母さん。後出しだ。肉親に勝利を報告すな。今日は疲れた。私も。すごく。私も。なんかやたら長かった。私も。すっごく。私も。お前、朝はこんなもんとか言ってたじゃないか。終わってみると間違ってた。発見したんだけどさ。何を？そいちっておしゃべりだね。何を言うか、お前に合わせてやってるだけだ。お前こそこんなにのべつ幕なしベラベラペラペラ喋るやつだとは思わなかったぞ。そもそもだな。おしゃべり。私だって普段はこんなんじゃないよ。もっと物静か。俺だってそうだ。昨日の朝なんか発した言葉は5つぐらい。私なんか家出るまで一言も喋ってないよ。ほら、総一の方がおしゃべり。俺はあくまでお前に付き合ってやってるだけだ。ああ、そう、ありがとう。面倒かけるわね。ああ、めんどくせ。なら黙ってていいよ。そうするよ。改めてこうしてゆっくり寝るとベッドの寝心地もいいな。うん、昔の部屋は畳だったからさ、お布団で寝てたんだよね。そう、実家もずっとお布団だったからベッドで寝るなんてほとんど初体験。やだよ、あんたの寝相が悪くて上から降ってこられちゃ潰れちゃう。いいの、このベッドは私の。もうない。一人で会話文にするな、気色の悪い。黙ってんじゃなかったの？黙ってる方がめんどくさいっての。ひひ、勝った。ああ、負けた負けた。あんたが大将。大将なんかや。姫とお呼び？ああ、はいはい、姫様、姫様、さつき姫様と。明日から学校で連呼するよ。あんたの立場が悪くなるだけよ。お前の立場もな。大将でいいわ。別に姫でもいいぜ。じゃあ、大将はあげる。いらん。もったいないな、せっかくの大将なのに。称号で腹は膨れん。夢がないね、総一は。つまらん夢はな。じゃあさ、何？大将よりもでっかい夢でもあるの？聞きたいか？うんうん、教えて教えて。今度な。またそれ？知りたくしてから教えないのは犯罪だよ。そこまで言わなくてもいいだろう。
やっぱりしょぼい夢なんだ。きっと郊外の建て売り住宅を35年ローンで買って家族4人で仲良く暮らす。レトリバー買って、乗ってる車は小さい会社、最後は部長で関連会社へ天下り。それをしょぼいと言うと怒る人がたくさんいると思うけどな。じゃあ何よ、知りたいか。別にいいや。なんだそりゃ。総一はきっといつでも総一だろうからね。いつでもどこでも何をしてても。うん、スケベで小うるさくて寝てばっかり。え、ああいや違う違う、ちょっと夢について考えてただけだ。ああ、そうそう、お前の夢は何なんだよ。ああ、なんだそうなの。私の夢は前から言ってるじゃん。ああ、洋食屋だっけ。そう、町一番の洋食屋さんのシェフだね。お前だってスケールが小さいじゃねえか。町一番と言わず世界一のシェフぐらい目指せよ。世界中からお客さんが来るようなさ。それもそうだね。ねね、そいつも手伝ってよ。はあ？特にやりたい職業なんてないんでしょ。どうせだったら手伝ってよ、私のお店。おま、適当だな。あんたセンスいいもん。きっといいアシスタントになれるよ。助手扱いかよ。助手じゃないよ、アシスタント。コーヒーとサラダとバゲット切りとレジと経理と後片付けと仕入れと皿洗い担当。それを助手って言うんだ。バカ野郎、俺にだってやりたい職業あるっての。何よそれ。エージェントかな。もういいよ、どうせ俺にはなれませんよ。ごめん、あのさ。いいって。違うの。そうちならきっとなれるよ。ちっとも実感こもってねえ。ナビゲーターが必要なんでしょ。お前な。
ナビってのはいろんな技術が要求されるんだ。体力、知力、度胸、専門知識。あたし持ってるよ、全部。昼は世界最高の養殖や、夜は世界一のエージェントとナビゲーターと最強コンビだよ。何が最強コンビだよ。うん、じゃあ競争。競争？そう、あんたが一人前のエージェントになるのが早いか、私が一人前のシェフになるのが早いか、どう？そりゃずるいぜ。お前は今でも超一流じゃねえか。あとは箔つけて店持つだけじゃないか。そんなことないよ。今日は食材に頼ってただけ。あれだけコストかければ誰だってあのぐらいできるよ。その勝負勝ったらなんかもらえるのか？商品出なきゃやらないわけ？そうだね、何がいいかな。お前とか。ああ悪い。バカ、何言ってんのよ。